ポイント30ポイント達成なにこれどこでわかんねんやろいかわからん場合は仕方ないわからないので諦めまーすこんばんは。 ちょっとこの20万,20万ポイントはどこかどうかわからないんですけどあこれかタワー焼きキャンペーンのページ見るとわかるよあそうなんやえ皆さん20万20万ポイントってなかなかさ厳しい戦いになってくるやつですか分からへんフロンティアの大阪魂見に行ったよおありがとうございますいかがでしたか 明日の昼方行きます待ってます厳しいんや29までですよねそれは知ってるまぁ、あ、ちょっと食べれたら食べたいって感じなんですけど厳しいんや20万ポイントってなかなかなんやええー、チャレンジから無料のタレゲットできますよちょっとまた調べよう やっぱ29やったらも,もうちょっとやん。毎日さ、めっちゃショールームしやな。じゃあちょっと焼肉飯に立候補しとこう。無理やった無理やった時で。いけん。だって今日24やろあともうちょっとしかないやん。<laughs> そっか。20万ポイントっていう、さっきさ、タワー20本って書いてあったもんな。そういうことか。この間のウィンク初めて入れた。あ初めてやったんやん。皆さんそう。 この前ウィンクちゃん出れたん、ね、で、そうなんですよ、出れたんですよ。いいでしょウィンクさん出れたんですよ。なんで出れたかっていうと、皆さん、まあ、詳しくはね、7月30日当日喋るんですけど、皆さん、730、7三十日間違えた。7月30日は11月30日の、 出演メンバーを見てください。もう見に行って今すぐ。もう未来の名前がないはい、さしてください。でも、そのちゃんとした理由は、ちゃんと言うので、あの、その日に。そう、なんでないかとかも、ちゃんと言うので、私は当日に。まあでも、匂わせは私はしないですね。はい、もう一切。 なんか、ね、書かれてあった「アンコールガールはミラコじゃないの?」とかそれも一切ミラコはにわせしないからミラコが一切似合わせしないので私はアンコールで出ると思ってるやろみんなさあどうかな最後の曲出れる出ると思ってるいやでもそこはまあまあまあ言わんとこ当日までのお楽しみで私はちゃんと,とそう当日までのお楽しみ なので皆さん、そう、もう言えへんねん、もう。もう皆さん、まあ、あと1週間ぐらいは皆さんのご想像にお任せします。もう想像しておいてください、ミラコちゃん。出れるのかなとか。想像しておいてください、それは。<laughs> まあ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 、よろしくお願いします。七本の冠ライブ、キャンマチ当選した。イェイおめでとうございます。ピオランアン 了解しましたありがとうございます夜の公園入ったでカリンさんの家は持ってた女の子ですわ、カリンさんの家は持ってる女の子多すぎてさどうなったかわからんけどありがとうございましたありがとうございますショールームにも来てくださって嬉しい本番は ありがとうございます。ありがとう、おもろこしです。かりんさんのうちは多いですね。女の子の方の。矢の保のカンブリアム楽しみですね。ぜひ皆さんも DMM で見てください。当選したよっていう方とか、行くよっていう方いますかよくさ、七方師の方さ、ミラコのショーも遊びに来てくれてるから。 ユリさんの誕生日会なんかあんねんやすごーはーい」ってほらいってはる「七葉の公演の当選出るまで緊張で寝れない」「それ寝やなさ体ぶっ壊れるで <laughs> こんばんは体ぶっ壊れるけど大丈夫?」 暖房入れてます。<laughs> あ、皆さん、あのー。寒いねっていう話。皆さん、焼肉食べたいから、ぜひ、あの。なんか、投げてください。ちょっと、なんか、できたら、投げてほしいな、焼肉のやつ。なんか、バラも嬉しいね、そバラも嬉しいけど。焼肉も投げてほしい、焼肉投げてほしいな。 ちゃんとツイッターでもあれ、公表しとかな。食べたいもん、20万円分のお寿司。20万円分のお寿司は食べれへんのか。<laughs> あのね、皆さん。皆さん、20、YNN さんの24時間生配信が決定しましたよ。 12月24日と25日です多分先発表されたから知らへん人も多いと思うからここでミラが言っときます楽しみ12月2425日皆さんもうそんなもうクリスマスの予定できましたねもう,あもう友達とも彼氏彼女とも遊ばずもう NNB2012 月24日の20時から生配信ですぜひ見てください 見てくださいねクリスマスマですもうマジで楽しみもう未来は今年から深夜も出れると思うのであの出れる人なのでもしも深夜の、ね、出る人に選ばれたらもう全力で駆け抜けたいなと思いますそして23日は私はしっかりあお焼肉タワーが立った誰誰ひがひがもっこしさんミラコタンオありがとうございます皆さん やった !20 万ポイントに一歩近づいたありがとうございますごめんなさいね、焼肉食べたくてね。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。日ごタワーって言います、これは。一人で見なあかんのいや、あせやなあの、友達とクリスマスパーティーしながら見るのもありだと思います。<laughs> 一人暮らしの家にもサルタさん来ると信じて、早く寝ないといけない。 サンタさんいない MC やるの MC やりたいとは昨日も YNN さんに言っときましたちゃんとハーんと一緒にあのー、やりたいんですってでも YNN さん知ってるみたいなんですよ私たちがやりたいって言ってることでもねなかなか厳しい <laughs> 未来な多分どちらかというよりなあのー、<laughs> MC よりな間のつなぎのメンバーの方がおもろいねって 思ってね自分の中でも今年も間のつなぎのメンバーにもしも MC が無理やったら間の MC のメンバーに選んでほしいもう絶対もう出るからねやんと今日で訪問回数配信訪問回数四半回になりましたあありがとうございます嬉しいもうこれからも5000回と見てください そうこの前は換気ガールとして出させていただいたので今回もね換気ガール換気シスターズっていうのあるかな換気ガールに選ばれたい今回はどこでするんかとかもまだ決まってへんから <laughs> ごめんなさい鼻すすってしまってぜひね <laughs> あの MC メンバーじゃ MC ももちろんしたいけど あの間のつなぎのメンバーにも選ばれたいのでどちらかを選んでいただきたいですね。こんばんは是非来年です選んでくださいよ私のことをもう元気だけをあり余っているので19歳になってももう最高のクリスマスマジでなんかねいっつも毎年はね毎年はね毎年多分ね私友達と過ごしてるんですよ友達かな毎年か分かるけど友達と過ごしてるんだけど今年はもう。 過ごしませんメンバーと過ごせる最高はじめましてはじめましてこんばんは去年はドラさんのレイコと若ぽんが MC だったから私はロッキーなのかなえそう絶対そうやと思うなあ未来もロッキーかなーって思うよなロッキーでやるんやったら誰やねんやろなロッキー6人やから。 ユイナとかユイナは MC っぽくないもんなどちらかといえば未来と同じ部類であの間,間の元気メンバーはるちゃんははるちゃんとかシンシンもなんかシンシンはあのたまに出てきてあのファンの方を発狂あの色気で発狂さ,れるさせるメンバーだと思うから違うと思うね確かにゆいとはるちゃんは何だっけハルリンスコンビかもしれへんね 分からんけどね分からんけどね何時からショールームしてたっけミラコスターうんロッキー6人でますとかでもそりゃあそっかレナタン出れへんもんなこんばんは1時12時1分からかありがとうございます教えてくださって みちゃは持って入ったお見送りで「えー、私」ってなってたからミラコに帰っとくねあそう「えー、私」ってなあれネタやでネタやで12時1分からか皆さん教えてくださってありがとうございます もうすぐ2020年も2021年も終わりなので皆さんありがとうございました早いってな明日もショールーム夜するので明日は昼方 NNB に出演させていただきますでございます2時半からぜひ見てくださいあのー、あれですそうミラクは あれです出ます <laughs> 見てください是非この前のウィンカの声見に来ましたありがとうございますでもあの時ちょっとミラクオイチーチは来たよおおやった新しいのさあです今日は月刊エンタメさんで撮影をしてきました 内緒にしとこうと思ったけど、マリンがバラしてもうたから、もう行っちゃおう。ね、カレンタムさんで十二月二十八日発売の。あのー。撮影をさせていただいたので。ぜひ皆さん、あと一ヶ月後、約一ヶ月後チェックしてください。よろしくお願いいたします。チェックしてくれたら、どうや。 よろしくお願いします。祝福祝です、すごく。めっちゃ嬉しい。オフショットもたくさん撮ったのでまた載せます。グラビア楽しみグラビアじゃないかもしれないですよ、皆さん。マリンはあんな写真載せてたけど、グラビアじゃないかもしれないですよ。で,でも12月28日、ちゃんと覚えといてください。1、2、2、8。 いいいい肉の日のちょっと違うバージョンで覚えてくださいよろしくお願いしますあっハーサーからライン来たごめんミラがねさっき電話かけてたんですよでもハーサーが で電話出れへんくて「ごめんいつでもできる」って LINE が来た「今ショールームしてないしてるからできないようだ <laughs> あの皆さんあのこれから多分ちょっともうちょっと公演私出し続くあの公演出るじゃないですか二回公演とか月末に出るんですよ皆さんも投げない方がいいんじゃないですか 私の生誕があるから皆さん投げない方がいいんじゃないのとか <laughs> 分からへんでもどんぐらいさあのー、未来さ確率とか全然どんぐらい投げてさ確率で当たるんかどうか分からへんからさ「こんばんは分からへんかあんま言えへんけどさもう投げへん方がいいんじゃないのそろそろ。 なんかさっっきささっきというかさ前さ7公演続いてた時もさありがたいことにさすべての公演にミラコンのファンの方が入ってくださってたんよありがたかったすごくちょっとなあのハータンと会議してるからあのインスタライブではね言えへんことやねもう全部ネタバレになってしまうからそう置いてブヒブヒってなっちゃうから今月声投げてないもうね ま聖タンティーもうちょっとまだなんですけどぜひあのよろしくお願いしますもうミラコーでいっぱいにしてくださいそっか権利とかあるねんよの残っちゃ分からんけどの残っちゃ分からんけどなその権利のことが頑張れ超絶可愛いさめっちゃ久しぶりに出るからさ覚えあ <laughs> 覚えてますよもちろん今口すべたたびっくりした覚えてますよでもちねあれ「小説かわいいさん久しぶり初日ぶり以来やんな多分」やから頑張らなくちゃブリッコを追求して頑張ります本番んんはお受験の結果が来て合格だったら初めていけるのああー頑張れ大学受験ですよね そっかもう11そっか大学ってもうこの時期に決まりますよね指定校とかやったら頑張ります <laughs> 頑張ミラコしたちょっと今日早めやねんけどさもうランキング発表してもいいですかダメって言わないですよね皆さんまた明日もしますね夜に明日は昼方終わってから。 練習するので夜にします夜の9時とかにするのでぜひ来てねーじゃランキング発表します13位ふまじめサラリーマンさんありがとうございます12位ふるさとのゆうさんありがとうございます11位つやぽんさんありがとうございます10位あああてました10位ひろしさんありがとうございます9位ジャンクさんありがとうございます8位山 p ピーさんありがとうございます7位元脚ばいシューシさんありがとうございます 六位みーみんさん、ありがとうございます。五位こにたん、あとユーザーさん、ありがとうございます。四位あきら二パーセントさん、ありがとうございます。三位のぴっぴさん、ありがとうございます。二位、だいちゃんまるさん、ありがとうございます。そして、え、この第一位は。ルでん、ひがもこさんです。ありがとうございます、ね。タワーもありがとうございます。そして、皆さんもたくさんのスペシャルギフト、ありがとうございます。 スペシャルギフトを送ってくださった方、がっくりさんありがとうございます、あきら2%さんありがとうございます、ローピッピさんありがとうございます、大ちゃんルさんありがとうございます、ヒ、え、が、ー、もコすさんありがとうございます、ともさんありがとうございます、コニタンさんありがとうございます、ともさんありがとうございます、<laughs> ありがとうございました、皆さん。ごめんなさい、ちょっとしか配信できにくて。また 遊びに来てねコメントに欲しいねスペシャルギフトに感謝ありがとうございましたバイバイフォローも待ってまーす。